この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。はい、毎度、ゆっくり霊夢よ。毎度どうも、ゆっくりさないです。バイキングのつばいです。解説役の達也です。前回草原拠点に戻り聖地やらしてたところから続きです。カート引いてるとなかなか遅いのねー。これで早ければそれはそれで変ですからね。どれくらい速度落ちるとか特にわかんねーすけどねー。ふう、それでも楽になったもんだ。カートに荷物積むと徐々に箱が増えるのとか細かくて好き。気づけばイノシシの子も3匹になってるんですね。ドワーフから身を守るための拠点を任せたいところ。3匹のウリ坊。あ、この時あたりに別ゲーの録画とかしてて録画サイズをミスしてますね。それで下側が空白になってるのね。やや見づらいですけど、しばらくこれで。小さい画面で見る人には誤差とか気づかないレベルですけどね。二大体制にしたので、鉱石の溶かすのはかなり早くなりやしたねー。むしろ、倉庫の鉱石をほぼ溶かせたくらいなので鈴がなくなりましたね。どうメインに掘ってたしねー。そういや、長老の首を持っていってなかった。ゲーム内で結構な日数が経ってるけどね。完全に忘れてたわ。初期の仮拠点も久しぶりに来ましたね。長老のトロフィーは、ここかな？おお、特殊能力は気の切るのが早っか。これはどの程度でしょうね。気を切るだけなら、エイクスリルのが便利そうではありますな。ここで。ふむ、これで長老の力を宿したわけか。それじゃ、どの程度速くなるか試してみましょうか。それじゃ、まずは何も使わずに。23から27くらいのダメージ幅かな。16.5 とかムラもありますね。おや？上質な木？なんか脳内に様々なレシピが。あ、頭がパンクする。あれ？白樺って聞こってなかったんだっけ？確か、最初にダメージ通らなくてその後は、黒い森で松は切りましたけど。あ、そうですね。切ってないですね。とりあえずそれは後にしやしょう。ひとまず長老の力の確認だ。43.1。28.2 とかも出ましたし、触れ幅すごいですね。1.5 倍とか2倍くらい。なんかこれならエイクスリュルでスタミナ軽減でいい気もするわ。あちらは戦闘にも使えますからね。はい、というわけで今更ながら上質な木を初入手。プレイしたことある人は、なんであれ作らないとか思ってたりもしたんじゃないでしょうか。編集中の自分も振り返って苦笑いですよ。で、この上質な木って、さっきの大量のレシピ見ると重要なんでしょうね。確か、弓とかもそうですけどポータルとか船とかもありましたもんね。作業台のアップグレードや、家具なんかもできますし、まあかなり使いますね。マジか。松から木の芯が出た時に、ああ白樺とかも草原にあったけど、あれもこれが出るんだろうなぁとか思ってたんですかね。で、実は切ってなかったというね。この時のショックは計り知れませんよ。しかし、これもゲームの醍醐味。
長老戦はまさに縛りプレイだったんですね。エイクスリルに戻したので、ついでに切ってないこれも確認しやしょうか。そうね、こんな悲しみはもう十分だわ。マルタが射出されていきましたよ。あまりにも俺のピコリ力が強すぎた。それにしてはえらく多くの木に手こずってるけどね。なるほど、これも上質な木だったか。ということは、草原の木材はこれって感じでバイオームで決まってるのね。沼の枯れ木も別の素材ってことになるんすかね。というわけで、上質な木を集めたりして帰ると、イノシシ君、立派に育って。まあ数もえらい増えたわね。一度増えると安定した数になりますね。あ、この集まってくる感じ、いいな。ここの2匹が星なしかな。それじゃ、星がついてない君たちは。突撃あなたが晩御飯。それじゃ、改めて増えたレシピを確認しやしょうか。ひとまず作成するのは上質な木の弓は確定ね。鹿の皮も使うみたいですけど、余裕はかなりありますからね。あとは、なんだこれ。スコールって書いてあるだけね。サイファーさんですかね。ダンカードはまあ、ジョッキみたいなもんです。ビール用のコップですね。あれ、でもこんな場所でクラフトってことは装備品ですよね。それは使用する時が来たらまた教えましょう。あとはこの幸運具も作りましょうか。農作物を育てるのに使う感じよね。木を植えるのにも使用するようですね。何より気になってたのはこれか。ポータルだから移動用よね。ふむふむ、これを2つ作るとそこがつながるみたいですね。灰色ドワーフの目とか大量にあるし、すると核も多少余りがあるから。奥ならここの壁際とかかな。ほい。おお、久しぶりだなトッピ。ポータルを置くと、別の場所との行き来が楽になる。もちろん別の場所にも作らないといけない。両方に同じ名前をつけると自動的に接続されるぞ、とのことです。そうか、これは長老のところ行く前に知ってたらな。聖堂装備温存とか弓矢がないとかの問題がいろいろありましたからね。レシピ出てなかったし、しゃあないしゃあない。で、名前はどうします。長老とキャンプで。まあ、他にもエイクスリュルみたいに出る場所があるのかもだけどね。どの道、もう一度あちらに向かわないといけないんですよね。船の設計図も出てきたし、今度はそれ作っていくことにしやしょうかね。このバイキング船か。そういえば、建築物もそこそこありましたよね。ドラゴンの飾り手、装飾用かな。旗とか椅子もありますから、これで快適度も上がるんじゃないですかね。うん、ここらは作ってもいいな。椅子もシンプル。横から見ると一瞬何かわかりませんね。快適度が5だったのが、ふう、7になりましたね。これ置き場所とかによって結構違いますよね。同じ家具でも距離とかも関係してるみたいで。ほん、そういうのは旦那に任せやしょう。あ、はい。
旗は結構大きいっすね。うん、ひとまずこんな感じで。これで快適度は8みたいですね。さて、今度は農地だ。まずは整地。どれくらいの範囲がいるかわからんから、ほどほどに。ここらはツルハシで調整しながらですね。若干平らにするのも慣れてきた感じね。よし、こんなもんでいいかな。お疲れ様です。おお、月が綺麗だ。こうしてゆっくり見てるとちゃんと月が動いてるのもわかりますよね。月見酒とシャレ子みたいわね。そういや酒がないな。うん、満足だ。はあ、おはよう。おはようございます。さて、今度はさっき作った耕運具で耕せばいいのかしら。どんな感じになるのかな。あら、もう柵で囲ってあるのね。ああ、ひとまず畑にするならいるかなぁと。で、耕運が。なんか整地で平らにするのに似てますね。人参植えるにはどうすりゃいいんだ。ふむ、初とかに入れるではないなら。さすがにダイレクトすぎるのでは。ということは、盛り上げみたいに選択式ですかね。その前に気になった部分を修正。あ、やっぱりこれか。草とかもあるんですね。どこに植えたもんかな。まあ、入ってすぐの場所でいいんじゃない。あ、これ植え方に性格出るやつですね。うん、こんなもんだろう。あとはどれくらいで成長するかよねー。うん、修理の手間を考えて屋根にしてたけど、やっぱ階段で。こうすると修理の手間増えるので、そのうち屋根つけるんでしょうけどね。見た目とかの両立は難しいわね。作業台をどこにでも置くことにもなりますしねー。ここらは好みだからねー。まあ、今回は上質な木という存在を知れたのが何よりでしたね。といったところで、今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。またねー。